ギフトありがとうございます。寒すぎる。ギフトありがとうございます。帽子は並べたままにしてみました。じゃーん。そんなにあれか、爪はいいのか、こっちに。極限までくっつけて、お、いいんじゃない。こうして、うん、いいんじゃない。アリサカンパニーもよろしくお願いします。帽子はいつでもお見せできます。SOS47 として特ショーを行ってまいりました。特別防衛支援官として。本日は特ショーに出演させていただきました。うん、峰吉支援官。でございます。こんばんは。いや、どうだったかと聞かれますと、カミカミでした。朝12時からあったんだけど、なんか分からんけどね、口が回ってなくて、なんかカミカミだったんですけど、まあ伝えたいことは伝わったかなと思います。うん、まあかみすぎてね、だいぶ失笑されてました。だいぶ笑われてたんですけど、うっすら。五代夏子さんはもう持ち前のトーク力で笑わすって感じで、峰吉ありささんはカミカミな感じで笑かすって感じで、なんかちょっと気まずかったですけど。うん、はい、まあ楽しかったです。こんばんは。まあニュース、なんか広島で流れてたニュースにもちょっと出てたらしいけど、まあ私の噛んでるところは流れてなかったです。全部見れてないけど、よかったよかった。
特殊詐欺がね、言いにくいよね一番大事なワード、特殊詐欺とか言って本当すいませんって感じで、結構失笑されてました。まあキラキラありがとうございます。ニュース全然見れてないですな、私は。NHK のニュースを見た、本当？わお。朝南区の広報大使の時に引き続き今度は広島県警とのあれで全国的なねやつなんですけど、 SOS47 活動の広島に役立てる全然役立てないかもしれんけど良かったです、本当に。明日ジャズ行くってね言ってくれた皆様ありがとうございます。明日はジャズライブです明日はジャズライブよろしくお願いいたします。ついにあ、全然緊張しないですけど全くもっと緊張しておりませんが、ジャズライブ、うん、ねえ、伍代夏子さんはでもずっとだよね、ずっとそのと SOS47 のメインパーソナリティみたいな感じで、ね、ずっとこの活動を引っ張っている方なのでね、さすがでした。と訴えの言葉の重みがマジでちゃいましたわ言葉の重みが全然ちゃいました。でもアイサが朝南警察署やってる時もポスターあったしに2年前3年前ぐらいずっと やられてる、ね、活動いろんな県を回っているらしいです。あと東京の方なんですけど、こう広島に来てくれたりとか、いろんな県で説明会トークショー開いているらしいです。素晴らしかったですうんうん、ホームありがとうございます。ルームフォローお願いします。
撮ってもらうために今日も着ていきました。また出しますね。今日はまた X かな、 X に出そうと思いますけど、カーキとデニムの相性も良いですっていうね、コーディネートになってます。今日カーキ着ていきました。にゃーん。寒いですね。この緑もお乳で、爽やかグリーンに薄いデニムにね、合います。デニムコード第2弾の時のデニムのスカートを持ってたんだけど、さすがに外寒すぎて寒すぎてね、スカートに履き替えても写真撮ろうっていう気持ちになれなかったので、すいません寒すぎた、さすがに。カーキじゃないですか。カーキ推しって言ってた気がしますが、多分カーキな気がします。こんばんは、こんばんは。明日が楽しみです。ありがとうございます。来てくれる皆さんありがとうございます。明日の配信両方とも楽しみにしています。ありがとうございます。うん、嬉しいです。髪型で迷っています。この前髪も難しいんですよなんかさ、こうやってさ、自分でさ見る分にはさ、全然さ、ベスト長さなのにえ、何なんでしょう。自分でこう鏡で見る分にはベスト長さなのに、なんか人から見る分には眉毛が出て見えるらしい。もうだい浮いてる。本当に困っちゃう。しかもなんかここ割れてたし、なんかアイスの前髪癖強すぎて困っちゃう。はあ、はあ。チュン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 。コンコンコン。はあ、はい、マリオ。ね、チュンチュンラチュン。リアルだったら5億倍可愛い。それはよく言われるな自分で言うなって。写真写り悪いんだよ、挨拶って。挨拶って人は、挨拶って人は写真写りが悪いので、映像で見るより生で会うおすすめです生で会いに来てくれるのがおすすめです。お話し会とかもね、オンラインとかより生の方がおすすめです。
フォームありがとう、ギフトありがとう、みもちゃん、ハート、ひよちゃん、曲げ、リアルで見ると可愛すぎる、ほんまかいねほんまかいねんとか、ココアに怒られますね、それは。ココアにぶっ飛ばされ案件ですね。こんばんは。こんばんは。地方のがね、マリオネットをね、歌ったからね、TikTok の。はぁ、あ、はい、マリオネットいう音源あるやん、TikTok。 それ歌ったから、もうそればっかり流れてるよ。ほんと勘弁して。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。でででで、でれれれ、やっぱこの毛がいいんですかね。この毛がいいのか、さんにこうやってもらったら、なんかねえ、左右非対称なことが判明した。なんかなんとなく、なんとなくニュアンスで多分切ったんやろうけど、左右非対称なことが判明した。こんな感じ、どういうこと、ほんまにここまでしかないんだよね、右が。なぬって感じですよ。なぬ。フォローしました。ありがとうございます。グリーンです。じゃん、枝豆、枝豆カラー、かわいい。どうですか、ピース。このね、沖のお気に入りデニムも履いてみました。じゃーん、こちらお気に入りデニム、お気に入りデニム、お気に入りポイントといたしましては、じゃじゃーん、見えるか、キラキラなんですよ、デニムがラメ、ラメ感でできてまして、キラ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 してんの。そしてここが折れてまして、ほ、新しくない、
そう、ここがわざと折れてるデザインになりまして、じゃーん。まあちょっとこれでね、これがこうなってるからちょっと今日は見えない感じなんですけども、まあ短めトップスとかを着てもらって、ちょっと腹見せみたいなやつですね。かわいすぎー、一目惚れー一目惚れね、このデザイン性に惹かれまして買いました。お乳同士です。かわいい、こりゃかわいいぜ、びっくり。ひとめっぽり、デニムってキラキラできるんだね。奥深っ。デニム、絶対的デニム信者だからね。服の中でデニムが一番可愛いと思う。じゃーん、今日事務所に行くと持って帰ったばっかりだけど、この前マキさんのバレンタインプレゼントが届いてました。ありがとうございます。じゃーん、かわいいポシェット。お手紙も読みました。めっちゃ早かった。なんか書いてくれた日付書いてくれてたけど、このお手紙を届くのめっちゃ早いね。じゃーん、バレンタイン。バレンタインより全然前に手元に来ました。ありがとうございます。じゃーん、なんか春かな、わし今日これ黄緑にピンク、かわいい。チュンチュンチュン。春先取りファッションみたいな感じですね。おいしいやつ。ありがとうございます。かわいい。あ、大阪行く機会よくない。なるほど。だからすぐあったんだ。ゲットしました。ゲットしました。だから。これ置いてあったので持って帰ってきました。ありがとう。かわよ。すごい、ここも入るやん。有能だな、有能ポシェット。ありがとうございます。ミスエマ、ハッピーフェイス。ハッピーフェイス、ウケる。ハッピー顔、ハッピー顔だよ、私は。ハッピー顔。先取り。季節先取り女。ニュースで見た子だ。どうもこんにちは、峰尾支援官です。特別防犯支援官、医療者ありさです。ありがとうございます。あ、え、日本のブランドなんですかこれ。日本で買ってくれたの、そういうこと。嬉しい。お、ボンさん
イベントお疲れ様でした。めちゃくちゃ可愛かったです。ありがとうありがとうございます。こんばんは、こんばんは。地方のめちゃ緊張しながらそう行って完璧だったけど、アイスは全然緊張せずに行ってカミカミでした申し訳、優しかったですね。トークショーはまあ主におじいちゃんおばあちゃん世代の方がね、詐欺について学びに来てたんですけど、もう孫を見るような目でって感じで聞いてくれておりました。はあこんばんは。学ぶ系まあそうねそうね意外とね意外とね、こんな私にもお堅い仕事いっぱい来ますので、多分真面目なんだと思います。真面目なんです、こう見えて真面目に生きてるのでゴダイナツコさんもね、優しくって優しくっていっぱい話しかけてくれたので、武蔵のお弁当を宣伝しておきました多分楽屋にあったんですよ。そう、ゴダイさんの方の楽屋にも多分あると思うので、武蔵のお弁当をね食べてください。宣伝しといてよ、広島県民の皆さん武蔵の美味しさは知って帰ってくださったと思います。制服ね、あの警察官の制服をお借りして、ペシッとパリッシャキッと行ってまいりました。かわいい3人のあの子が言ってるマジかわいい、綺麗すぎる。こんばんは。他には私のバッグの中身がバレました移動するときにリュック背負ってたらねなんかね、分からんけどリュックがパンパンになってたんですよ。着てきた服も入れ、自分のこの私服も入れて、メイクポーチも入れて、武蔵のお弁当も入れてしてたら、持ってきたリュックがパンパンになってて、ポーン、パンパンポーン、このリュックには何が入ってるの？って言われてね、リュックの
中身説明したのでカバンの中身がねバレました。夏子大先生に。2月17日の花だれ公演申し込みました。ありがとうございます。昼はどっちだっけ、池と真希ちゃんだよね。ありがとうございます。そう、多分、ね、年齢聞かれてないけど多分めっちゃガキだと思われてたな。そう、多分めっちゃ愛さガキだと思われて、今年で一応二十歳になりますけど。まああと2月、まああと半年後ぐらいには二十歳になるんですが、まひちゃんか、昼よろしくお願いします。夜がいけ、あとありがとう。何歳やとだから。年齢聞かれてないから多分知らない、がめっちゃガキだと思われてたと思います。話しかけてるくださる感じ的に。的にね。初訪問ありがとう。ニュース見た、ありがとうございます。嬉しい。そんなにみんな、あの一瞬でしょ、そんなニュースと言っても一瞬を見逃さないでくれたんですか、すごっ。すごっ、すごいな。初訪問ありがとう。カミカミすぎて使うとこなかったよ。でもね、あの何の局の方が来てたか分からんけど、また車両のところとは別に広島県警に行ってコメント囲みみたいなやらせてもらった時はちゃんと喋りましたよ。ちゃんとね、それをね喋ったんですけど、そこ多分使われてないよね、車両の映像だから。車両のところはマジカミカミすぎて使うとこがなかったんかもしれんけど。もうますやせん。メイン焼き付けました、さすがです。さすがです、ありがとうございます。昼間、平日お昼にね急遽お集まりいただき本当にありがとう。髪型いいね、本当。でもこの髪の毛をどうしようかな明日は。なんかこうあんまアレンジしないせんくけ、これがなんか目立つみたいな感じやん。これどうやってどういうアレンジをしよう、初めてのアレンジ。初めてのアレンジ、ちょっとね難しい。
しいね。これはなんか使いたいし。ね、わざわざこれ作ってさ、イメチェンしたところをみんな見に来てんのにこれ全然なかったら、もういつもの、いつもやんけみたいななったらちょっとね、あれですよね。これはなんか活かしつつ何かしてもらいたいと思います。ミクちゃんに。昼休みのイレシオありがとう。昼休みに抜けてきてくれたんですか。それはそれはありがとうございます、こちらこそ。うん、NHK の研究のやつも出た。あ、本当？ NHK の方か。こんばんは。警察の制服ありますか？ないです、ないですよ。もうね、あんなしっかりとした警察のね方の制服を着せていただいたら、もうアマゾンで買ったようなねえ、ハロウィン時とかみたいなね、もうペラペラ制服なんてね、もう申し訳なくて着れないよ。ちゃんとした制服をお貸しいただいてとか言ったのにね、もうなんかポリスですみたいなね、ペラペラのもうコスプレなんかできないですよ、ほんと。ハートありがとう。こんばんは。決済はしてね。決済はしてね。フォローしました。ありがとう。詐欺には気をつけよう。パワー。詐欺には気をつけよう。でもね、なんかさっき思ったんだけど、さっき思ったというかさっき思ったというか、そのネットショッピングもさ、なんか、だから若いさ、私たち世代もさ、知らぬ間にね、そういうもうあの莫大な金額の詐欺にかかるのはやっぱね、高齢者とお年寄りの方だと思うんですけど、やっぱさ細かなそのね、詐欺にかかってるんですよね、多分ね。その何さっきねマネネットね話したんだけどさ、アマゾンで、そうアマゾンでね、あの香水とかハンドクリームとかを見てて、そうお店に行ったらさ、まあそりゃ確実に買えるじゃないですか。でもそのアマゾンとかで買う場合さ、値段が違うやつあるやん。同じ商品、同じ名前で、何大きさとかもう一緒なのに値段が違うみたいな。明らかに安い方、明らかに安い方はこれあの偽物っぽいじゃないですか。なんか偽物とかあるから気をつけてって言われて、まあね、買ったことあるらしいです。ちょっとでもなんか、あ、ちょっと安いなと思って買ってみたら全然匂いが違うかったらしくてそれもね、一種の詐欺ですね。気をつけてください。
ネットショッピング装い詐欺です、名付けて名付けて、あいつ多分すぐ引っかかる、え、こっちの方が安いやんとか言って、うん、なんか普通にそっち買っちゃう派なんでね、そういうのも気をつけていきましょう。軽いのから重いのから、詐欺なのは詐欺なんでね、気をつけましょう。許さないからな。許さないからな。販売元に、なるほどね、なるほどなるほどなるほどちゃんです。キラキラありがとう、キラキラありがとう。レビュー、なるほどね、そういうのも信じない方がいいのか。この世の中は厳しいぜ。厳しい、何でもすぐに信じ込むようなことはダメですね。本当か、何でも疑ってね、すぐ疑うのもね、まあうざい人だと思われるかもしれませんが、本当に大丈夫かっていう気持ちが大切ですね。フォローしました、ありがとう。こんばんは、今食べて会いましょう、明日お待ちしてます。いい音、ウケるハニートラップ、そんなことしてくれる子がいるんですか、よかったです。
1年ぶり3月201年ぶりなんですか、お話し会。365日も無駄にしちゃって1年ぶりとはどういうことだ。本当悲しいです本当悲しいです。1年ぶりということはいっぱい話せるということで良いですか。1年分のね、1年分のあれがいるのでねいっぱい話せますか。ギフトありがとう。それは語弊がありますね。話し会怒られに行く場所なんて本当語弊ばっかり。愛想なんてね、愛想なんてずば抜けてフレンドリーなメンバーですよずば抜けてフレンドリーで楽しいお話し会なのに、うんと定期的に来てくれる人だけどね、人に限りますが何年も顔を見てないような方はね、そりゃ何してたのっていうとこから入る当たり前じゃないですか。ハートありがとうございます。車両4年前の今日、まひちゃんとのカーブ、だって懐かしい、やばカープあったね。なぜか私がカープのやつに選ばれたやつだカープ案件一ですが、ちゃんと見せてます。本当素晴らしいです。九州のノブさんありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。サブサブサブ、サブイゼ、こんばんは。訪問ありがとうございますルームフォローお願いします。
携帯はないですね。記者のその何ですか、報道テレビ関係の方の撮影タイムはありました。しました、ありがとう、ありがちょんまぎ、こんばんは。うん、そうもありがとう、ルームフォローよろしくお願いします。そしてお話し会も再販中ですので、皆さんいつまでだ、一旦もう第4次受付ですね。月曜日まで、月曜日の1時で終了です。第4次受付中です。というわけでして、こちらのオンラインのお話し会の方は2月18日がおすすめです。ラスト、ここラスト受付なう。2月18日の1時間目、2時間目、空いてる方、日曜日ですのでお待ちしております。ギャルコーデ、私の本領発揮、ギャルコーデでお待ちしてます。そしてダーン、オンラインではなく直接会える方の話し会は2月24日広島ラスト受付となっております。広島だけ時間が違うのでご注意ください。全部1時間目からやってきたけど、広島だけ3時間目、5時間目、6時間目となっております。ツーショットは5時間目です。ドレスコードはピンク、ぜひピンクのものを着たり身につけたり持ったり何でもいいんですけど来てください。それでツーショット撮れたら嬉しいです。そして直接はこちらの3月20日をおすすめです。幕張メッセ最終日ですね。直接会うやつ最終日、ここはアリサカンパニーコーデでお待ちしてます。1、2、3時間目、2時間目がツーショットとなってます。2月のオンラインと広島と幕張がおすすめとなっておりますので、皆さんよろしくお願いします。月曜日の1時までとなっております。最終受付中です。お待ちしてます。2月はラストですよ。2月を逃すともないですからね。よろしくお願いします。うん、おちりずみありがとうございます。さすがです。お待ちしてます。ではランキングを読むぞ。13位九州のノブさん、12位星三つさん、11位福岡さん、10位ワンジャルさん、9位あやさん、8位ひとりごとさん、7位ココア第一期生児、6位みもちゃん、5位たっくん、
よいまさかさん、さんひろたんたん、にそちゃん、1位はドルラン、やすべさん、ありがとうございます。ありがとうございます。明日はついにジャズライブイエーイ。明日はジャズライブなってます。お昼は池のソロコンサート、そして夜は1年ぶりのジャズライブ、成長したところをお届けできるように頑張りますので、うんうん、ぜひ現地の方も配信の方もよろしくお願いいたします。頑張るぞい。それではまた明日、バイ、ありがとうございました。おやぽよー。おやぽみー。